Welcome to Witty's Trip。 今回はね、大阪府泉佐野市にあります犬鳴さんの方にやってまいりましたと。はい、犬鳴さん来ました。綺麗ですね、犬鳴さん。雰囲気いいんですけどね。で、今回来させてもらったのは、犬鳴さんで、なんで来たかというと、富士山をね、ちょっと登りたいんで、富士山を登る前に、ちょっと修行編として、はい、犬鳴さんちょっと登っていこうかなという考えで来ております。はい、で、富士山を登りたいといえばね、この方。お久しぶりです。はい、クラウディさんに今日は来ていただきましたと。はい、クラウディさんがね、犬鳴さんをどうしても登りたいと、はい、大好きだということで来てます。はい、まあ、こちらをまあ散策しながら何があるかをね、まだ皆さんに楽しんでいただければと思いますと。はい、旅館街のある場所から、犬鳴さんのなんかおごそかないい感じの藁というか、なんていうんやったっけ、あれ結び、わかりません、まあ、結びみたいなものもう景色めっちゃいいですね、自然豊かで。皆さんも犬鳴さん来てみてはいかがですかね。どうですか今のところ。いいですね。何がいい。マイナスイオンがいいですね。マイナスイオン、うん、そうやね、マイナスイオンに癒されるね。ていうか、なんで犬鳴さんっていうか知ってますか。そもそも犬が鳴くんですね。犬が鳴くと書いて犬鳴さんですけど、なんで犬鳴さんか教えていいですか、僕が、はい、ちょっとこれはね、諸説にもよるかもしれないですけれども、僕の中の解釈としては、もともと昔ね、狩猟してる方がいらっしゃいまして、で、狩りをしてて、犬を連れてたんですけれども、その犬がね、狩り中に鳴いてしまって、ワンと吠えることによって獲物を逃がしましたと。そういうことがあったんです、まずね。で、狩猟の人がね、その犬のせいで、今日の食事がなくなるやん、ということで、その犬をね、首からちょん切ってしまったんですよ。はい。ざる。はい。かわいそう。そうなんですよね。で、ちょん切ったんですけれども、これは本当かわからないですけど、そのちょん切った犬の顔が、狩りしてた人の上に、蛇がいてたらしいんですけど、そいつをギュッと、殺したんですよ。ちょっと待って、これ。まとまってる話俺意味分かってる今。そのワンちゃんは、ワンって鳴いたのはご主人様を助けようとしてワンと鳴いたんですよ。で、それに気づいた狩猟さんがもうやっちまった、後悔して狩猟僧になったと。で、こちらの犬鳴さんにはね、狩猟の場所として今でも滝行とか行える場所があるんですけれどもね、とりあえずな、犬鳴さんっていうのはね、そういった歴史というか逸話があって、はい、お名前がついたそうです。どうこの話。感動する。はい、僕もちょっと歩きながら撮りながらで話がちょっとまとまらなかったですけれども、そういう経歴がありますということでございます。はい、What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be.はい、というわけでちょっと散策途中でございますけれども、日の光と水のコントラストっていうんですかね、なんかめっちゃ綺麗じゃない、幻想的じゃない、
お前思ってる？めっちゃ幻想的でね、なんかいろいろ撮りたくなる場所が多いですね、犬鳴さん。意外です。まあとりあえずでも暑いですね。暑いし、虫が多いし。虫がきつい。ね。まあでも虫もね、命ということで、僕は守っていければなと思います。絶滅したらいい。はい。重ねてんな。ほんまや。最近から結構な。何の意味あるやろな。ただ単に子供たちが遊んでるだけ。もう一つ重ねて。ほんまやすごっ。何の意味があってこういう風に積み重ねるんでしょうね、石を。あ、犬鳴さん表してんじゃん。一個一個石を積むことで犬鳴さんを表していて、ほらやっぱトップ、ほらこの石はまるで、もうやめよう、何も思いつかねえ。はい、というわけで犬鳴山を登っておりますと、はい、現在随龍門という場所に来ておりまして、行者の滝まではもうちょっとかかるか、はい、で展望台のあるハイランドパーク小川っていうところまではまだ100分ぐらいここからかかるそうなんですけど、五本松のあるちょっとそこはね、ちょっと遠すぎるんでやめとこうかなと思います。はい、とりあえず滝までは行きたいなと、はい、いうところで引き続き歩いていきましょうと、はい、随龍門を越えた先にクラウディさんがお待ちしていただいていると、僕のことをね。はい、大名人らしいです、はい、出世するにはね、こちらの方で、あ、お金入れる中にややめとこうかな、じゃあ出世せえへんよ。 But I don't wanna run run away from you cause baby I am done hiding my love for you so please won't you run away with me cause you can't control who you fall for. No. When the world is asleep, the weak can be the secret life that we share. Stars and the moonlight. And when the morning comes with a brand new day, then we have to pretend. はい、という
ところで、僕が最初の方にご説明させてもらいました。犬鳴さんの名前がつく由来となった、これ義犬って読むんですからね、義理の犬と書いて義犬、伝説が生まれた犬のお墓の方にようやくたどり着きましたと。でこちらの方にはね、愛犬の納骨発所、まあ多分愛犬が亡くなってその犬の骨とか神とかを、神系とかを多分こちらの方に納骨するんですかね。ちょっと僕はわからないですけれども、犬も飼ってませんし、はい、どうですか今のところクラーリーさん。虫がね非常に多いんですけれども、なんかめっちゃ近寄ってくるんですね。じゃあ引き続き滝の方に向かっていきましょう。クラウディさん、なーに、なーに、I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before he hit the fence, but he hit the fan when I got him down and pinched. When I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. 不動明王、でかいですね。見えるかな？逆光かな？もうここが最後の僕たちが向かうスポットなんですかね。あとは滝を見て帰ると。どうですかこれ不動明王、どう思います？強そう、強そうだね。不動明王、あまりよく意味が分かってないですけど、不動ってことは動かない、もう本当にずっしりとして、明王ってことはもう悟いんでしょうね、賢いんでしょうね。まあ絶対神的な神ではないですけど、絶対的存在というものなのではないでしょうか。すみません、適当に喋ってますけれども、そういうことでしょう。はい、というわけで業者の滝を楽しませていただきましたと。滝ランキング今のところ何位ぐらいですか、あの滝は。2位。1位は一条滝。一条滝まだ言ってる。いやーでもね、今もねその滝行をすることもできるそうで、あとは大峰さんとかは女性は入れないんですけれども、こっちの犬鳴さんの修行場では女性の方も滝行を行っていただけるということです。もうどうします、トンネルに行って心霊スポットを楽しんでいくか。心霊スポットは、はい、やめようか。やめましょうか、はい、はい。実際何時間、1時間ちょいぐらい歩いたかな、はい。富士山へのこれは修行編ということだったんですけれども、イージーです、まあ、イージーですか、この1時間の富士山楽しそうなんちゃうかな。富士山でもこれの6倍とかですけどね、6、7時間かかんちゃう無理ちゃう今思ってたら。6時間歩きっぱなしやで。いける、絶対いける。
でも良かったです。景色も綺麗かったですし、すごく満足いくような、はい、映像を皆さんにもお届けできているのではないでしょうか。はい、皆さんが行かないような観光地へ僕が訪れてご紹介するこのウィッティーチャンネル、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、はい、最後やからなんかして、はい。